皆さん、こんにちは。本日は、等差数列、等比数列の演習問題です。早速始めていきましょう。以下の問題を解いてみてください。解説入ります。1番、カッコ1、AN っていうのはこういう風にすることできますので、今回は A6 を求めようということで代入してあげます。そうすると、マイナス1という答えが出てきます。次に2番、 一般項をこういうふうにすることできますので、真っ向今回53と言っている。つまり 4n プラス1というのが53ですよ。ということで n を出すことができます。そうすると答えは13になります。続きまして3番。この数列 an とおいて、初項を a とおくことによって、a7 っていうのが a プラス3の7マイナス1。これが10と一緒だよ。というふうになりますので、計算してあげて a の値はマイナス8とすることができます。4番。 この数列を an、交差を d と置くことによって、一般項、こんな感じにすることができます。今回は、第6項というのが65というふうに分かってますので、こういった式はできまして、d の値、具体的にマイナス7というふうに答えることができます。2番です。この数列の和を sn と置くことによって、s20 求めたいということなので、計算してあげましょう。そうすると、830と答えることができます。 続きまして2番。はい。だんだん減っている。これ、初項が85で交差がマイナス7というのがわかりますので、an。初項を引く交差かける n 1ということで、92-7n とすることができます。今回は、末向が43と言っているので、43イコールということで結んであげましょう。そうすることで n は7というふうに答えることができます。がって s7 っていうのは1、二分の一の7。初項と末向の足し算ということで、448というふうに答えることができます。 3番です。一般項は AN イコール 5×-2 の N-1 乗とすることができます。A7 を求めたいので計算をすると320という答えが出てきます。2番、初項 A、項比を R と置くことによって AR4 乗、第5項が -48、AR の6乗、第7項が -192 というのがわかります。 あとはこういう風うに6乗を4乗2乗と分けることによってこのまま4、マイナス48を代入することできますので R の値はプラマイの2とすることができます R2 だと A はマイナス3マイナス2も計算すると A はマイナス3ということで初項がマイナス3公比は2もしくはマイナス2という風うに答えることができます3番です 項数を n と置くことによって条件 5×2 の n-1 乗が640とすることができますので、約分をしてあげる。128になりますので、128、2の7乗ってことに気づけれれば、n は8という答えが出てきます。4番。初項を a、コーヒーを r と置くことによって、こういった式2つ成り立ちます。そうすると、20乗は10乗は2乗なので、はい、2乗引く2乗、こういう風にすることができます。そしたら、あとはもう、ここの部分がまとめて、これと一緒になりますので、この部分が2。 っていうふうにすることができます。そうすると、r の10乗が3という答えが出てきます。で、r 大変なことになりますので、このままにしましょう。よって、はい、r-1。r の10乗が3っていうふうに分かってますので、そのまま代入しちゃいましょう。そうすることで、r、r-1 分の a っていうのが1というのが分かります。 あとはどうすればいいかと言いますと、求めるものは初項から第30項までの和というふうになってますので、はい、こういった式になりますよね。なので、30乗っていうのは10乗の3乗っていうことに気づいていただければ、はい、これ3の3乗、つまり27。で、r-1 分の a っていうのはここで1っていうふうに求めてますので、計算すると26という答えが出てきます。 本日は演習問題をやっていきましたが、ある程度量をこなすことは大事になりますので、皆さんもしっかりと自分の持っている問題集などを使って演習をすることを忘れないようにしてください。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。